こんにちは、牧師がボソボソ話すパスターズ Vlog です。チャンネル登録が50人を超えて、エレキギターも披露して、一段落したと思ってたら、コメント欄でですね、アメリカにいらっしゃるバイオリンスの方が、じゃあ次は登録100人になったら、コラボをしましょう、コラボでセッションしましょうとおっしゃってくださったんですね。バイオリンと素人のエレキギターで何ができるのか、賛美歌とかどうでしょうかって言われたんで、どうなることやら。まああとでも49人ありますからね。まあ今のペースでいけば3年後ぐらいになるでしょうか。はい、ぼちぼち行こうと思ってます。で、今日はですね、Mac が届くんですよ。 Mac mini が、新しい M1 チップ搭載の Mac mini が来て、でダビンチリゾルブをですね、今後は動画編集で使っていこうと思ってます。で明日子供向けのクリスマスドラマの撮影をするんですけれども、台本はできたんですけど、クリスマスってなんだろうという、そういうタイトルで、天才子役がですね、の子がクリスマスの意味を知るという内容なんですけれども、今までやってきたそのシネマカメラを使って動画を撮影し編集をしみたいな、そして一つの映像にするっていうことにチャレンジしようと思ってます。で今日来る Mac mini を使ってダビンチリゾルブで、今までずっと iPad で編集してきたので、ダビンチリゾルブを使うのも初めて、でそういうドラマみたいなやつを撮るのも初めて、まあ要はいろいろ初めてなので、すごくハードル高いんですよね。普通そういうのってできてから言いますよね。できる前にこうやって言うっていうあたりがですね、自分でもなんかこうさらに自分に負担を与えてる気がするんですけれども、いいんです。もう不安なんだという気持ちを誰かに伝えたくてこうやって話してます。まあでもそういうのは楽しいんですけれど、で明日その天才子役の子が乗る送迎に使う車ですね、その車から降りてくるシーンっていうのを撮ろうと思うんですが、まあ、天才子役ですからね、高級車が必要なんですけど、見渡した限り私の周りで自分を含めて高級車に乗ってる人いないんですよね。それで、あでもまあちょっと高級車が欲しいなと思ったので、割と遠くにいる100キロぐらい離れてるかな、ところに住んでいる、金持ちの友人にですね、突然、連絡してですね、朝暇みたいな感じで、言ったらですね、なんとちょうど岡山に来る予定があるということで、高校こうだっつったらですね、協力してくれるって言ってくれたんですよね。持つべきものは友ですね。そしたら今乗ってる車はって聞いたら、まあ、高校だって言ったんですが、まあ、高級車なんですけど、ちょっと天才子役が乗る車じゃないなってこと、他にないのかっつったら、こういうのもあるって言ってですね、ベントレーっていうですね、でっかい高級車だったら乗っていけるって言うんですけど、まあ行きたくないと言われたんですが、そこをなんとかと頼んでですね、そしたら来てくれると。でついでにもう運転手やらせるからさ、運転手っぽい格好して来てよとかっつってですね、分かったと。でさらに天才子役の送迎車っぽくしたので、後部シートにはぬいぐるみ置いてほしいって言ったら、分かったってね言ってくれてですね、かわいそうですね、せっかくの休日に、乗りたくない、大きい車を運転させて、はるばる庭瀬まで来させて、しかもぬいぐるみを積んでこいとかね、服装をしてまでするあたり、まあ、これよっぽどお礼しなくちゃいけないなと思ったので、最近作ったオリジナルのスマホ用ドラえもん壁紙、それをですねあげようかなと思ってます。きっと喜んでくれるに違いないですね。そんな感じで、高級車も、手配できたし、役者もですね、本当にいい役者さんが今回はお願いできたので、あとは自分のですね、技術ですね、大体でも全部自分でやるんですよ。撮影、音声、監督、役者、編集、まあ、全部ですね、全て私一人でやるので、まあでも言っても多分いろいろ手伝ってくれると思うんですけど、皆さんだから、まあ仕上がりまでですね1週間ぐらいかかるかなと思ってますが、まあ狙いとしてはクリスマス、今はもう全部リモートにしてますけど、まあ、子供たちともちょいちょいやり取りあるんですが、
まあ、リモートで Zoom で教会学校もやってたりするんですが、みんな来るわけじゃないので、やっぱりこちらからですね、子どもたちに対して、広く、キビ教会の楽しい感じとかね、クリスマスのやっぱりメッセージっていうのを届けたいなと思ったので、今回はこんな風にしてます。まあでも皆さん、ね、声かけたらすごく協力してくださる方たちばっかりなんですけど、何のお礼もできなくてですね、まあ、今回みたいに冗談を通じる相手だったらですね、ドラえもんの壁紙でって言ったら笑って OK してくれるんですけど、なんかね、どう恩返ししていいのやらと思いつつ、いろいろプレッシャーを感じながら明日は撮影に臨もうと思ってます。まあ、技術的なことを言うと、音声がこの、まあ、使っているこのワイヤレス GO っていうですね、これで撮れるんですけど、これ一人だけなんですよね。ですので役者さんが複数いる時の音を撮るのにどうしたらいいのかなというのはちょっと今悩んでて、Q4N っていう Zoom の最初に買った、協会として買った中継用のカメラがとてもいいマイクがついているので、あれを音声収録用に使えるんかなというのを今日実験したいと思います。はい、あと今考えている動画があって、このボソボソ Vlog で取り上げたいと思ってるんですが、エレキギターの弾き方についてですね、動画を撮ろうと思ってます。で、 YouTube 見るとですね、弾き方を教えてくれる動画いっぱいあるんですよ。ですけれども、教えてくださいっていう動画はないんで、まあ、それ行こうかなと思ってます。これどうしたらいいんかわからんと、誰か教えてっていう、私教えることが本当になくて、動画のネタみたいなのも持ってないんですよね。まあ、聖書のことはもちろん牧師ですから語れるの感謝なんですけれども、それ以外のことで人様に教えることもできるも何も持ってないんですが、ただ教えてほしいこといっぱいあるんですよ。ですので、あ、これならネタに困らないということで、今後はちょいちょいですね、このことを教えてくださいっていうですね、動画を撮ろうかなと思っています。そしたらきっとすごい人がですね、教えてくれるんだろうなと思って楽しみにしています。今朝もある方と一緒に聖書を読んだんですけれども、それはですね、イエス様が十字架にかけられる直前に裁判にかかるところなんですが、イエス様にですね、大祭司がお前は結局神の子キリストなのかって聞いたら、もうそれ聞くしかなかったんですよ。というのは、何で訴えようと思ってもイエスキリストを訴えることのできる、そういう題材がなかったんですね。普通叩けば人間誇りが出ると思うんですが、イエスキリストは叩いても叩いても誇りが出なかったんです。それでですね、もう自分は神だって言わせようと思って、お前はキリストなのか救い主なのかって聞いたら、イエス様はそうですって言ったんですよ。それを聞いた大祭司が服を引き裂いて、もうこれ以上証言は必要ない、神を冒涜したんだ、死刑だって言ってですね、無理やりイエス様を死刑に定めるというシーンだったんです。イエス様は実際に神の子なので、キリストなので、自分がキリストだって正しいことを言ったわけですが、それを冒涜罪として結局は無理やり死刑に持ち込んだ。そう考えてみると、イエス様ってすごくないですか。何一つ罪を犯してない、どこ叩いても誇りが出ない、そして何一つ偽証してない、嘘をついてない、本当のことしか言ってない、何にも悪いことせずに生きて、何にも嘘をつかずに生きて、でも十字架にかかって死ぬっていう、このミッションは相当不可能に近いですよね。悪いことをして罰を受けることは簡単なんですが、全く悪いことをせず、悪いことを言わずに死刑になるっていう、そういう極めて困難なミッションをイエス様は達成したんだなというのが私にとって印象的でした。しかも杉越の祭りっていうベストタイミングで、そのタイミングでエルサレムで十字架刑にかかると、全部それが前もって計画があって、そのためにキリストは歩まれたんだということ。私なんかはですね、叩けばいくらでも誇りが出るわけなので、別件逮捕しようと思えばね、あそこでスピード違反しただろうとか、あの時公共料金の支払い遅れただろうとか、あの時約束守らなかったじゃないかとか、もういくらでもあります。ですから私が罰を受けるとしたら、自分の罪のために罰を受けるので当たり前なんですが、イエス様は私たちの罪のために、自分は何一つ悪いことをせずに、なおかつ極刑に処せられると。だからこそ私たちは許されるんだなというのがとても嬉しかったです。クリスマスが近くなって、アドベント、イエス・キリストが来てくださったってことを覚えるこの時期、やっぱり嬉しいですね。
感染症で世の中がどんなに揺れ動いたとしてもですね、やっぱりこのクリスマスの時期の喜びっていうのはふつふつと胸に湧いてきます。はい、あなたにキリストの祝福がありますように。